皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もユイトボール2024情報を紹介していきます。さあ、ブラックフライデーセール、コインセール、こちら来てましたよね。皆さん活用しましたか？今週はビーラムなどもやってきて大忙しくしてるんじゃないでしょうか。そんな中、このセールとは別にお得にコインが買えるところがあるということで、私初めて知ったんですけど、これが聞くところによると先週の木曜日からやってきてるそうです。小さな声で言っておきます。ただ今からでもね、活用できますから、もしビエラとか引く予定のある方はぜひやっておいてください。ということで、そのやり方説明していきたいと思うんですけど、先に言っておいた方がいいと思うので先に言っておくと、 iOS しか対応してないそうなので、 Android、 あとは家庭用PC、 それらは対応しておりません。ご注意ください。 iOS、 iPad、 iPhone とかでイーブットボールをプレイしているという方はぜひやってみてください。ではやり方いきましょう。まずはですね、ゲーム内のショップっていうところで、ポイント交換所でも、まあコインのところでもいいんですけど、どっちでもいいです。入ってください。右上にポイント、右矢印みたいなやつがあると思います。そこを押します。そうすると外部に飛ばされるんですけど、ポイント交換所のなんか公式サイトの部分ですね。でこれログインしておけばすぐ出てくるんですけど、ログインしてない場合だと、まあ、こんな画面、ここからまずはログインしてください。ちょっと今のアカウントではポイントの連携とかいろいろあるんでできないので、別のデバイスの方でやろうと思うんですけど、ちょっと縦画面ですが申し訳ない、まあ、内容は基本一緒です。ログインすると、まあ、このような画面が出てきます。でニュースのところにコナミゲームズストアみたいなのがあると思います。こちらオープンというところを押してみてください。でそうすると、まあ、このようなものが出てきて、下にコナミゲームストアへっていうところがあるので、ここから入っていきます。で今回のコインがお得に購入できるウェブストア、3月31日までやってるんですね。めちゃ長いよということで、ここはしっかり押さえておきましょう。多分何度でも購入できるんじゃないかなと思うんですけどね。私はまだ買ってません。でそうすると次のページへ行くんですけど、下の方にこのようなところがありますので、商品一覧、 eFootball2024 の方ですね。ウィコレやってる方は下の方から行ってください。そうすると出てきますね、コインがお得に買えるゲームストア、まあ、それぞれ課金額に応じたものがねありますので、チェックしてみてください。ゲーム内と金額は一緒だけどコイン数が多いという内容になっています。でここにも書いてますけど、ストア購入で640コイン増量されている。金額は同じですからね。12800円のものは普段は12800コインしかついてこないんですけど、640コイン多い13440コインが来るよということになってます。でその他の金額の部分もしっかりと増量されてます。まあちょっとずつね減ってはいくんですけど、ちょっとずつね多いですから、まあ、こっちの方がお得に買えますよということです。ただし注意点としては、コインセールの方、このゲーム内のコインセールの方がお得はお得なので、まあ、コインセールをゲーム内で使ってからもし再度課金するっていう方は、先ほど言ったサイトを使っての方がお得になってますので、その辺も活用してみてください。おそらく対象期間3月31までということになっている、長い期間やってるっぽいので、何度でも多分できるんじゃないかなと思うんですけど、3月31日まではしっかりとお得に課金できるように先ほどのサイトを活用してみてください。リンク一応貼っておきましょうか。まあ、ゲーム内から飛べるんでそっちでもいいかもしれません。ということで iOS 使っている方はぜひやってみてください。こんな感じでイーグッドボール情報を随時紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上です。さようなら。